ックオフでスタートです。大宮アルディージャ対大分トリニータ、解説北澤さん、そして七海さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。さあ、お二人、今日はよろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大きく縦に入れます。つながりません。松本、組み立て直します。ファールでしょうか。主審は試合の序盤、とにかくコントロール、荒れた試合にはしません。今井、いいパス出ましたね。さあ、サイドのスペースへ、そのまま打つ、ドンピシャのクロスボールだったんですが、これは決まりません。前線出てくる人数が多いですよね。シュート、助かりましたね。わずかに右へそれました。惜しかったですね。キーパーの逆ついてましたからね。前へのボール、縦にボールをつないでいきます。渡辺、引き離したいですよね。中村、サイドのスペースを使います。ボールが渡る、中央へ、ゴール。ここからラインの裏ですね。ここは通りません。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。大宮としてはしっかりシュートまで出てますからね、まあ、序盤はいい感じに入ってるなという印象ですよね。まあ、ここまでのところはですけどね。直接狙うにはまだ距離があります。うわ、こぼれた。わかりますね。ボールを奪う。さあ、上げられるか。さあ、どんな攻めが見られるのでしょうか。コーナーキック、ここはクリアします。前線へ出す、ボールを奪います。中村、さあ、ふわっとしたボール、受けます。切り込んでいく。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。大宮としてはシュートも打ててますしね、試合も優位に進めてるんですけどもね、最後は決めきれないですよね。少しクロスがかかってくるかもしれませんね。中央、ボールを取ります。イエナガ、ズラタン、前を向かせないディフェンスをしてますよね。フェイントを見せます。いいパスですね。
長谷川、さあクロスのチャンスにつながるか。いいボールですね。チャンスでしたが取られてしまいました。サイドへ、もう一度このチャンス奪われてしまいました。今のような早めのクロスはキーパーの判断が難しいので非常に効果的ですよね。ここはディフェンスです。奪われます。奪います。ファールです。さあ縦のボールを入れてきますがこれは合いません。ズラタンに渡る。長谷川、スペース出ましたね。さあ抜けてきた。いいですね。松本、中央です。前半36分です。サイドのスペースを使います。いいボールでしょ。おー、チャンスですね。やっぱり縦パス1本でチャンス生まれてきますからね。積極的に狙っていくべきだと思いますね。イエナ、ボールの角のパスとチャンスをものにできません。ちょっと中途半端になりましたね。さあ一気にカウンター。どのような攻めを見せるのでしょうか。どう攻撃を組み立てていくのか。ふわっとしたパスがつながるでしょうか。オープンなゾーンだ。これはオフサイドではありません。最後ワンタッチで入れてきましたけどアイディアとしては良かったと思いますけどね。試合も中盤に差し掛かっていますがまだ両チームにゴールはありません。これは奪い返します。よく戻ってきましたね。やはり早めに潰していくディフェンス、ええ、これがうまくいった印象はありましたよね、はい、まだ相手に決定的な場面を作らせてませんからね。そうですね。後半両チームの監督はどのような采配を見せるのか。前半互いにノースコアのまま後半を迎えます。さあすでに後半は始まっています。サイドのスペースを使います。カットされます。いいカットですね。縦にボールを送ります。しっかり寄せてますよね。さあスペースを狙う。チャンスですよ。最後ダイレクトで入れてきましたけどもアイディア良かったでしたね。長谷川へ、ズラタン、あー面白い。さあ抜け出した。伸び出していました。いや本当ディフェンスラインギリギリですよね。さあ縦のボールを入れてきますがこれはありません。ちょっと危ないぞこのパスは。中村、縦にボールを送ります。家永、ズラタン、長いボール浮かしてきた。いいボール出ましたね。どうじゃないですかこれ。さあ旗は上がらない。しかし飛び出しのタイミング見事でした。キープできるか。
ズラタン、プレッシャー来ますよ、プレッシャー来ますよ、チェックを受ける、目まぐるしくボールの持ち主が変わる、カウンターを仕掛けます、さあ左上がっていく、非常にプレス早いですね、長谷川、ここで取られました、これを拾う高松、これはファールを取られます、やはり自由を与えると非常に危険ですからね、危険な位置、十分に狙える距離です、先制点のチャンスです、直接ポスト、いやもうちょっとだったんですけどね、このボールはつながりません、一旦キーパーに戻します、おっとちょっとミスになりましたね、さあ打てる、高松のシュート、ここさあ和田、ここまでは両者無得点です、前につないでいきます、ボール入りましたよ、さあサイドのスペースへ、このパスは長、これをカットします、七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう、1点を争う好ゲームを見せてくれてますよね、このゲーム終盤でどちらが仕掛けてくるのか注目したいですね、上げてくる、どうだ、ヘッド、まだある、高松中央、さあパスを受けて、スローイン、中央も来てますよ、後ろに戻します、来ましたよ、これはクリアします、ここは素早くマーク、これもどんどん前出てきますよね、いやどこでも合わせられますよ、中4枚、ここで奪われます、チョ・ヨンチョル、さあどう攻めるか、いいインターセプトですね、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん、ここまでのところ全体的にシュートが少ない試合展開ですよね、まあ、ここからどちらが無理して攻めていくかっていう状況じゃないでしょうかね、注目したいですね、一呼吸を置きます、中村、縦にボールをつないでいきます、スローイン、ボールを離しません、時間ないですからね、早くボール入れていった方がいいですよね、大宮がようやく均衡を破ります、素晴らしいクロス、ピンポイント、焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ、さあ大宮、土壇場で1本抜きんでました、いや来ましたね、はい、まさかここでね、そうですね、ゴールを決められるとは思わなかったんですけども、ええ、ある程度相手の試合の進め方にも慣れてきてるから、はい、これ勝利をものにすることができるんじゃないでしょうかね、なるほど、ジャイアンツコールゴー、大宮決定的なゴールになるのか、直前のドリブル素晴らしいものがありました、そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでから落ち着いてシュート、素晴らしいですよね、
さあ大宮、これはもうダメ押しゴールと言っていいのではないでしょうか。もう時間はありません。これで2点差ですからね。もう時間もないですから、これが試合を決定つけるとなるかもしれませんよね。どういった攻めを見せるのか。これは奪われます。これをインターセプト、縦にボールをつないでいきます。主審、上を口に加えて、今試合終了です。2対0、大宮勝利を収めました。さあ七海さん。